こんにちは。産婦人会の高橋玲奈です。今日は女の子のための優しいデリケートゾーンの洗い方を3つお話ししたいと思います。今日もモデルのなつちゃんに登場していただきたいと思います。よろしくお願いします。 今まで動画でデリケートゾーンに関してやってはいけないことをお話ししたりとか優しい余震の拭き方、えー、動画にしていたと思うんですけれども洗い方っていうのもすごく大事なので今回動画を作りましたよろしければ最後までご覧ください優しいデリケートゾーンの洗い方1つ目はデリケートゾーン専用のソープで優しく洗うということです 結構普通に体を洗う石鹸でゴシゴシ一緒にデリケールゾーンも洗ってしまってるっていう人結構いるんですけれども基本的に体を洗う石鹸っていうのは結構洗浄力が強いんですね皆さん顔を洗う時って洗顔フォーム使うと思うんですけど普通の石鹸でそのまま洗ったりするとカピカピになってしまったり目が染みちゃったりしませんか洗顔フォームって目の周りを洗ったりすることもあるので 刺激ががが弱めに作られてたたりりとか保湿効果が結構あったりするものが多いんですねそれと同じで普通の石鹸よりもデリケートゾーン用のソープっていうのは優しく作作っっっててああたりり刺激が弱めに作ってありますデリケートゾーンっていうのは目と同じ粘膜もありますので普通の石鹸を使ってしまったりするとカピカピになって乾燥して痛みの原因とかかぶれの原因になってしまったりとかしみたりすることもあります。 なのでデリケルゾーーゾン専用の石鹸を使ってもらいたいたですねあとですね洗い方なんですけどしっかり泡立てて使いましょうもともと泡で出てくるタイプのものもあるんですけども液体石鹸とかで泡立ってない場合はしっかり手とかネットで泡立てて使うといいと思いますあと洗い方なんですけれども 結構その匂いが気になるからといって指先とかでもこ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 も洗っちゃう人とかもいるんですけれどもできたら手のひらにしっかり泡をとって手のひら全体でで洗うといいですねこのような感じで泡をしっかりとったら優しく優しく。 前にお尻の拭き方の時にもお伝えしたんですけれども拭く時もスーッと移動させるんではなくてトイレットペーパーにギュッと水分を吸収させるように押し当てましょうってお話をしたんですけれども洗う時も一緒でできるだけ摩擦をしないようにしましょう泡で優しく手のひらを使って優しく優しくそーっとちょっとずつ洗っていきましょうでこの時も同じように後ろから前ではなくて前から後ろに優しく洗っていくようにしましょう ただですね、デリケートゾーン用の石鹸ってちょっと値段が高いものが多いんですね。私としてはそこのデリケートゾーンだけに使うので、大体ワンプッシュぐらいで済みますので、結構数ヶ月持ちます。1本2000円ぐらいだったとしても、まあ、数ヶ月持ってデリケートゾーンのトラブルが少なくなるんだったら、それで全然コスパがいいかなと思うんですけれども、やっぱり学生さんとかそこまでお金かけられないっていう人は、普通の石鹸を使うんじゃなくて、それだったら何も石鹸を使わずに、シャワーだけで洗い流すだけで大丈夫です。 デリケートゾーンっていうのは乾燥してしまうとこすれたりして痛みの原因になってしまったり性行為の時に痛みが出てしまったりすることがありますのであまり綺麗にしすぎずに洗うっていうのが結構重要なポイントですシャワーだけでも十分洗い落とせますのでそのようにしてもらってあとは気になる方は普通の石鹸じゃなくてデリケートゾーン専用の石鹸を使うといいと思います値段高いんですけれども明らかにトラブルが起きづらくなりますのでおすすめです 結構ドラッグストアとか調剤薬局とか今どこでも売ってますのでいろんな種類がありますので見てみてください優しいデリケートゾーンの洗い方2つ目は 膣内に指を入れないということです以前から私動画で膣の自浄作用についてお話をしてきたんですけれども膣っていうのは外界から雑菌の侵入とかを守ってくれるような全生菌っていうのがいまして自浄作用といって膣をきれいに保ってくれる機能っていうのがもともとあるんですねそれが、えー、自分が例えば睡眠不足だったり栄養不足だったりとかすると全生菌が少なくなって悪玉菌が増えたり肝臓だとか細菌性膣炎の原因になってしまい 窒炎っていうとなんか綺麗にしなきゃいけないって思うかもしれないですけれども窒に関しては善玉菌が守ってくれますのでそれを綺麗に洗いすぎてしまうというのは逆効果になるんですねしょっちゅう感じの繰り返しやすいっていう方は洗いすぎかもしれません窒内に指を入れて かゆいからといってどんどん洗ってしまったりするとどんどん悪循環になって痛みとかかゆみの原因になってしまいます善玉菌が減るだけじゃなくって、えー、指を入れたりすることで細かい傷がついちゃったりして炎症の原因になって痛みかゆみかぶれの原因になったりしますので膣内に指を入れるのはやめてください洗っているのは膣の外側の外陰部、小陰唇とか大陰唇とかお尻のあたりですねその辺を優しく泡立てて洗うようにしましょう ちょっととこれと派生してですねよくドラッグストアとかで売ってる膣の洗浄機あると思うんですけれども、まあ、ちょっと乾潮みたいな液体が入ってて精製水が入ってると思うんですけれどもそういうのを膣内に入れて、えー、パッケージには「生理を早く終わらせる」とか「すっきりする」みたいな感じで書かれてるんですけどそれも同じように禅向きを洗い流してしまったり自分でまあそのような異物を膣に入れたりすると膣が傷つく場合もありますし洗いすぎによって乾燥してしまったりする 洗うこと自体が膣炎の原因になったりしますのでそのようなグッズ結構売っててもう売るのやめてほしいなと思うんですけれども使わないようにしてください。女の子ののの子ための優しいいお尻の洗い方3つ目は シャワーを下から当てないということです結構洗わなきゃと思ってシャワーを下からガーッとすごい水圧で当てちゃってる人いると思うんですけど今までの動画でもお話したんですけども温水洗浄便座ウォシュレットとかビデっていうのは膣炎とか膀胱炎の原因になりますよっていう風にお伝えしましたそれと同じでシャワーを下から当てるのも同じ原理で湿煙とか膀胱炎の原因になったりすることがありますそれにですねシャワーの水圧ってウォシュレットとかビデ以上にすごい水圧で その水圧で当て続けることによって皮膚の敏感な人はちょっと粘膜が弱ってしまったりとか洗いすぎによって乾燥してしまったり室内に入ってしまったりすると善玉菌が洗い流されてしまって膣炎とかあとは外苑炎の原因になったりしますのでシャワーを下から当てない当てすぎない。 っていいうのが大事かなと思いますもしシャワーで洗い流してあるのであれば上から優しく洗い流すようにしましょう下から当てるとどうしても菌が膣内とか尿道の中に入ってしまったりしますので上から洗うようにしましょうお風呂をためてる人はお風呂の桶にお湯をたっぷりとって上から流すようにしましょうそうすればお尻のバッチリ菌とかが膣とか膀胱に入ったりしないので下からではなくて上から洗うようにしてもらうとトラブルが少ないんじゃないかなと思います どうでしたか今日は女の子のための優しいお尻の洗い方三つお話ししました一人でお風呂に入るようになったりすると自己流で洗ってしまったりとか痒い時とかかぶれてる時とかって 自分が清潔にしてないからそういう風になってしまったんじゃないかと思って結構洗いすぎてしまう方って多いんですよねあとはお風呂だとどうしても石鹸のゴシゴシ洗ってしまったりシャワーを強く当てすぎてしまったりする方がいますお尻の拭き方の動画でもお伝えしたんですけれども文字の通りデリケートゾーンというのはデリケートな場所なので優しく洗ってあげるようにしましょう顔を洗ったりする時もそうなんですけれども摩擦っていうのは一番皮膚が傷んでしまいますししっかり泡を立てて優しく泡を 当ててるよううにして洗いまし洗まょう結構手っていうのは毛羽だってたりとかあとささくれがあったりとか皮膚が硬い部分だったりもするのでそれをゴシゴシデリケートゾーンに当ててしまうとどうしても炎症とかの原因になってしまうんですよねなので手を直接当てるんじゃなくて泡でしっかり洗うようにしましょう。あとはですね火だ 女の子の場合ひだが結構ありますのでヒダの間に赤が溜まってしまってそれが臭いの原因になったりしますなので洗う時は足を開いて泡で洗ったりするとそのような赤がたまりづらいと思います。 結構デリケートゾーンのかゆみとか痛みとか匂いとかって日々の生活の積み重ねで起きてしまうことが結構多いんですね。そのようなトラブルを繰り返しやすいっていう人はお尻の拭き方とかお尻の洗い方とかちょっと間違ってないかなもうちょっとこうしたらいいんじゃないかなっていうことを取り入れてみて実践してみてください。私もですね、実はデリケートゾーン用の石鹸を使う前までは結構洗いすぎてしまって月に一遍ぐらい感じだりになってしまってたんですね。それが正しい洗い方を知るようになって で実践してみてからは感じてほとんどならなくなりましたなのでですね皆さんも正しいお尻の拭き方とかお尻の洗い方を実践してトラブルが少なくなることを祈っていますそれでは今日はこの辺で産婦人科医の高橋れなとなすちゃんでしたどうもありがとうございます今日の動画が面白かったなとか役に立ったなと思った方は評価の方をお願いしますまたできれば毎日更新するのでチャンネル登録の方お願いしますそれではまたね